こんばんは、天童寺です。こんばんは。いやちょっとまた、突然、今回も呼ばれたんですけど、なんかね、今日はあの天童寺の最近を近況報告会をしてくれるらしくて。あー、はい、はい、すごくない？すごい。俺が今ゲストがいなくなったかどうしても思った。どうしても天童寺が必要かどっちかだよね。だいたいどっちかだなっていつも思う、うん、そうね。You wanna lick before the next cell 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. まだ誰も知らないブレイク前夜の次世代アーティストたちのたまり場、ジロッケンカンナナフィーバー。今夜は天童寺近況報告会と題して、我らが天童寺の今をリポートします。冬に入る一歩手前、恋しさ増すあの匂いは、ジロッケンカンナナフィーバー。じゃあまずはあの4月21日に僕ら あの天童寺の主催のイベントで、負けたくない、めくたくないとっていうものは、第1回は去年の10月に曽壁慶一さんバンドを呼んで、で今回は、テトとテンパレの2バンドに来てもらって、キネマクラブでやりました。これが本当にね、めちゃくちゃいい夜になったので、VTR があるみたいなんで、皆さんぜひちょっと一緒に見ましょう。はーい。負けたくないボリューム2、あとキネマクラブ来てくれてどうもありがとう。テトテンパレ、いい流れ、最高のライブでした。ありがとう、出てくれて。そして最後飾るのは誰だ、誰だ。そう、俺たちはマイケル・ジャクソンじゃ。この日 何曲目ぐらいだったっけ？中盤ぐらいだったっけ？うん、中盤。そうね、本当ちょっと小休止じゃないけどね、なんかゆったりの時間の時だよね、これは。そう、なんかお客さんも、そう、この日良かったのはさ、こう、まあ、テトとテンパレとちょっとみんな割と乗り方バラバラだったりするんだけど、なんかみんな、なんかそのお客さんその感じも受け入れて、みんなそれぞれ聴いてそのバンドで踊ってる感じがして、これとかもね、うちとかだったら多分イメージ的に激しい曲とかやると思ってると思ったり、こんな割とね、乗ってたりするから、まあとにかくね、なんか手順が良かったというか、各バンドがめちゃくちゃいいライブしてくれたから、なんか何やっても OK って感じで良かったよね、お客さんが超ウェルカムな感じがとにかく良かったな。
今日 T シャツが一緒ですね。これなんか歌上げてるの、うん、うまい。あでもなんかいい感じで、うん、お、いいね。いいよ。揺れてる。揺れてんね。まあでもマジでなんか一番やりたいことできたよね、うん、そのイベント的には。特に今回呼んだ2バンドに関してどっちもいいバンドだから呼びたくて、で絶対お客さんもそれを分かってくれるだろうなっていうのを自分たちで思ってて、やっぱり分かってくれたから、その喜びが一番大きかったかな、自分たちのライブ含めてだけど。なんか全部つながった感じがしたよね、うん、2016年結成、気鋭の4ピースロックバンドテト。イベントのトップバッターを壮絶なパフォーマンスで飾りました。テトはまあね、すごかったね、やっぱりね、凄まじかったね。なんて言ったらいいんだろうね、あれはね。競馬クラブって上から見るとお客さんのこう動きとか流れがすげえ見えるんですよ。であれでヨッシーがなんか最後にそのテトが出てくる前にその前工場みたいなので慈愛を持って、ね、あの皆さん過ごしてくださいみたいな。3つの T がウグイス谷に集まるとき何かが起こるらしい。僕からお願いとしては一つだけ、慈愛の心を持って最後まで楽しんでいってください。怪我しないように。で、はけてテトが出てきて一音鳴らした瞬間、客が全員バーンって前に。続いて負けたくない2番手は天童寺の盟友テンパレーが登場。彼らの持つサイケでポップな音楽の世界観が会場の雰囲気をガラリと変えました。バレーのライブはね、まあ最近安定感あるよねというかね。まあでもやっぱ勢い感じるよね。あいつらの曲もね、やっぱどんどん良くなってってるっていうのがライブにも現れてたね。そうだね。特にこの日はやっぱ会場もすごい似合ってたし、合ってたね。なんか多分楽しかったしね。
リードギターの、フレーズだと思ってます。よくあるようなフレーズを乗っけるんじゃなくて、こうちょっとこうひねったようなアレンジを、なんかそんなありがちっていうか簡単にしたくないっていう感じです。僕の持ってくる曲もあれば、ギターの持ってくる曲もあるんですけど、僕が作った曲は今ライブでやってんのは3曲ぐらいしかないんです。僕がちょっとアレンジして、基本的にはボーカルが作ったものを大切に作っていきます。自分の感じていることをそのまま吐き出す場所だと思っているので、むやむやになってしまうから、きっとそういったものをこう歌詞とか歌とかメロディーや演奏だけじゃなくて、自分のこのライブパフォーマンスでもこうそのまま出せて表現できたらいいなって自分思ってます。割と目立ちたがり屋なところがあって、で結構目立とうと後ろながら頑張ってます。お客さんと一緒に楽しめるようにやってます。高空の CD 発売記念のライブがあって、その時に僕が、とっさにこうちょっとマイクを離して、なんかこうみんな歌ってくれるかなと思って、結構歌ってくれて、それがすごく一番嬉しかったです。結構いろんな些細なところにあって、例えばこうメンバーがこうボソッと言ってくれる、この歌詞いいねとか、このメロディーいいねとか、なんかそういった些細なところだけでこう満足っていうか嬉しいです。僕はやっぱり自分の実話というか、日々こう吐き出したいこと、バイトのこと、恋愛のこと、バンドのこと、そういったことを自分の一番気持ちいい表現で綴っていけたら、自分の人生はより豊かになっていくのではないかなと思ってます。だからそういった曲を僕は今後作っていきます。